まあちょっと大丈夫ですね。すいません。まあそういう部分っていうのはあったりするんですか。やっぱりヤンキースだと、まあ、特別というか違うなっていう部分。ありました。やっぱりそのファンからの刺すような視線というか、ね、やっぱファンはねすごい多いですし、だ味方にも厳しいですし、ニューヨークの方もね、やっぱりちょっと気抜いたりとかね、不調が続くともう容赦なくね応援来ますし、メディアも同じですよね。メディアも数が多いですし、なおかつ辛辣ではありますよね。やっぱりアメリカのファンの方たち、まあ、ボストン特にやっぱ野球に詳しいですし、結果に対してもシビアなところありますので、まあ、いい活躍をすればやっぱりスタンディングオベーションを褒めてくれたりしてくれますし、まあ、やっぱり、ダメなプレーっていうんですかね、そういう時にはまあブーイングもありますし、チームでも、まあ、そういうのははっきりしているのかなと思います。やっぱ西から東行くのが大変ですか。西から東が大変ですね。東から西はそうでもないですけど、西から東がしんどいですね。もう夜中の、ね、4時とかですからね、うんうん、その体調面と思えばいかにこの試合にベストに入っていける体調面を作ってくるか、うん、準備をするかっていうところも含めて、本当に練習って短いし、で自分で朝からトレーニングする人もいてるし、ケージでバッティングして調整する人もいてるので、まあ、調整の仕方はここなんですけど、そこは、うん、アメリカに行っても経験したところでもあったし、でも移動はどうやろうね。だからその時差があるから、その時差でのやっぱり時間帯もあるので、そこのところの調整は難しいですよね。これだけもう移動もあるし、中止になったらすぐ次にダブルヘッダーやし、20連戦もあるし、十何連戦とかっても普通にあるんで、めちゃくちゃ憂鬱でしたね、球場行くの。いざメジャーリーグ行くと、もうみんな言ってることが全くわからないわけじゃないですか。その中に一人ポツンと置かれて、どうしようみたいな。朝球場行く時も、本当だったらみんなにおはようって言って、日本だったら喋りながらウォーミングアップしてとかできるじゃないですか。本当にドジャースの1年目の本当の最初のキャンプとか、食堂でみんながこう例えば5人集まってるところか、テーブルがないところだったら、どっちかというとテーブルない方を僕は選んだりとかして、途中からはやっぱそのみんながいる方に行って、みんなと話してとか、まあ、自分を知ってもらうようにとかしながら徐々に溶け込むようにはしていったんですけど、まあ、そういうストレスとかっていうのも出てくると思いますね。でも1年目からあれだけ勝たれたじゃないですか。はい。どういうきっかけがあったんですか。でもチームに僕が認められたなっていう。